はい、こんなもんです。第5回になりました。今回は自然とか地形に関係ある漢字を紹介します。山を3つ書きました。これが、いろんな形に変わったんですけども、山という漢字ができました。みんなも知ってるように、日本っていうのは火山国なんですね。で、火山によってできた山が多いから、孤立した山が多いんですけども、中国っていうのは地殻変動とか浸水によってできた山が多いから、山が連なってるんです。だからこういう連なった山になったんですね。で、これで山の成り立ちは以上です。続いて音読みです。これは富士山です。鳳凰山、山菜という意味なんですけども、山と呼んだり、こっちます、こっちか、山、こっちは山と濁ります。次、訓読みいきます。これは山吹色と呼びます。 Bright Yellow です。これも火山でできた山なんですけども、これはね、霧島山と呼びます。山に登る。意味は、Climb Mountain ですね。これは、訓読み、山。これも山ですね。山。みんな山ですね。訓読みは山だけになります。はい、次は川を書きます。こんな。これは川。川の絵を書きます。大きな水の流れの中に、勢いよく水が流れ込んできているという絵です。文字です。これがさらに勢いよくなっています。シャ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 なってきてですね、この辺がこうつながって、こうなって最終的に川という漢字ができました。川の音読みです。これは河川と言います。これは川柳と言います。川柳っていうのは日本だけのものの、独特の文化で、五七五、五文字、七文字、五文字を原則として社会風刺とかしたりですね、人の心を表したりしたんですね。たたたたた。たたたたたたた。たたたたた。
575で短い音を作るんですね。まあ、例えばやってみましょうか。一つ作ってみます。はい。作りました。これは、スチームの、セールで増える、積みゲーム。1、2、3、4、5ですね。1、2、3、4、5、6、7ですね。1、2、3、4、5。5、7、5。で作ったショートセンテンスです。これの作った文の意味なんですけども、まあ、スチームっていうオンラインのゲームショップっていうか、あるじゃないですか。もうしょっちゅうセールしててね、で、しかも安いんですよ。で、ついつい買ってしまうんですよね。で、買ったけど全然プレイしてないゲームが、どん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 こう増えていくっていう。それを積みゲームっていうんですけど、そういう川柳を作りました。はい、次は訓読みいきます。これは、カッパの川流れと言います。カッパの川流れっていう、これはことわざです。意味はですね、日本におるおかっぱっていう妖怪がいてまして、川に住んでて泳ぎがうまいんですけども、その泳ぎが上手なかっぱでも、たまには溺れることもあるよっていうことわざなんですね。これに似たことわざで、猿も木から落ちるということわざがあります。これの意味はですね、Even monkeys fall from trees. 川という漢字は以上です。次は、田という漢字の成り立ちです。ここにですね、捕獲整備された高地とか狩猟地とかがあったんですね。それが、形が変わって、最終的に、たという漢字ができました。このたという漢字の音読み。では、水田と読みます。意味は、パディフィール。また、これは、油田と言います。意味は、オイルフィール。音読みは、田。田だけですね。続いて、訓読みです。ひらがなと混じって、これは、田んぼ。これはフィールですね。これはなかなか珍しいかなって思うんですけど。はい。これは、田子作と読みます。意味はですね、ファーマー。はい。カントリーパーソンとか言うんですけども、ファーマーって言ったらね、農民っていう言葉があるんですけども、この田子作はですね、どちらかというと、この農民を見下したような言い方になるんですね。普通は使わないんですけど、まあこういう田子作って名前の居酒屋もあってね、機会があったらこのマスターになんでこの店の名前を田子作にしたのか、聞いてみたいと思います。はい、たという感じは以上です。正面から見た人の形に
一番上に頭をつけたんですね。で、これがですね、最終的に天という漢字ができました。天っていうのはもともと人の頭を言う字なんですけども、人の一番高いところにある頭を指すこの天という字を借りて、高いところを天、空を表すようになった。もともとスケールが、だから人のスケールだったんですね。天という漢字の成り立ちは以上です。それでは音読みいきます。これは天国です。はい、これは天国と読みます。死んだら天国に行きたいですよね。これはヘブン。これは天気。天気、weather。これは天才と呼びます。disaster という意味です。はい、これも天才と呼びます。意味は genius。あともう一個。晴天、fine weather。読み方見てみましょう。天、極、天気、天才、天才、晴天、うん。全部天ですね。天としか読みませんね。はい。音読みは天と読みます。続きまして、訓読みです。天の川と呼びます。Milky Way ですね。天の漢字の説明は以上です。では最後に、空という漢字を言います。空という漢字の成り立ちを説明します。こういう、洞窟みたいな、があって、こうなんですね。あ、また。こういう字が、こういう字になって、最終的に、空。という感じになったのが、本人の成り立ちなんですけども、なぜこうなったかというとですね、この部分、この洞窟っぽい、この部分なんですけども、これもですね、同じですね。まだ出てきてないんですけど、穴っていう感じなんですね。この方、これはですね、この方っていう字は、方、穴っていう感じと方っていう感じを合わせたものなんですけども、この字は前回に出てきた左の感じ。ありましたよね。これは、まあ、左手に呪具を持って神様にお祈りをするっていう、ここに説明したんですけども、鋭い工具とか道具で穴を開けると、そこが空洞になる。空っぽになります。何もない状態になるので、この穴と
方。この字を足して、何もない、空っぽという意味を表す、空っていう漢字ができたんです。これが、空という漢字の成り立ちです。はい、では、音読みいきます。はい、これは、空気と読みます。意味は、air。これは空腹と読みます。空腹、hunger。これは孫悟空と読みます。ドラゴンボールの主人公ですね。音読みは空だけですね。はい、訓読みです。これは空元気と読みます。ショップカルチ、女心と秋の空。意味は、A woman is a weathercock です。これで空という漢字は以上です。でこれで、今回の紹介する漢字は以上なんですけども、まあ、また適当に、考えて何個かの漢字紹介するんで、また見てください。それでは、See you!